世界で一番の意味さま、そういう扱い心得て。言うね。その一日また違う髪型に気がつくこと、そんなにちゃんと靴まで見ること、いいね。そのサビ私の糸方には三つの言葉で返事すること、わかったら右手が留守なりを何とかして、別にわがままなんて言ってないんだから、君に心キャラを持ってほしいね。可愛いと世界で一番の意味さ、気がついてないね。果たせるなんて論外よ、私は誰だと思ってるの。チェキワンチュー。携帯かわいいの間違いでしょ、文句は許しませんの。あのね、私の話ちゃんと聞いてる。ちょっと、あ、それとね、白いおまさん決まってるでしょ、迎えに来て。わかったら貸し付いて手を取ってお姫様って、別にわがままなんて言ってないんだから、でもね少しくらいしかってくれたといいなよ。世界で私だけの王子様、気がついてほらほらお手手が空いてます、無口で上手そうな王子様、最後して気がついてよ、早く絶対君は分かってない、分かってないわ。いちごで塗ったショートケーキ、こだわり卵のとろけるプリン、みんなみんな我慢します、わがままなどかとはないで、私だってやれば昨日の後で後悔するわよ。当然ですだって私は世界で一番の姫様、ちゃんと見ててよ、どこかに行っちゃうよ、踏み抱きしめられた急にそんなに行かれる、危ないよ、そう言ってさっぱ抜く君、こっちのが危ないわよ。Hey you baby!